ストロングサイドを守れっていうのはもう大体イメージできてるでしょ。方向に行くのに対して進路遮断しにくい、進路遮断しにくい。だけどこれアウトに行くときにどうするかって言うと、アウトに行く、例えばここでポジショニングしました、ポジショニングしましたってなったときに、相手が動いてるのに自分が動いてるとカウンターでかわされる。だから相手が動こうとするときにはポジショニングして止まっとかないか、止まっとかないか。でその時に左足をちゃんと見てみて、左足を、左足が絶対軸になる。なぜかというと、はい、左足ってなった瞬間のこの右足、右足が前からクロスしたんだったら、ここからひっくり返るしかない。か、左足が向こうに。ってことは、もう方向性としては、おそらく8割以上、クロスした瞬間にこっちに行く。意味わかる？この右足がクロスした瞬間に、はっ！クロスしたら。クロス、このクロスした瞬間にこっち行けばいい。クロスした瞬間にこっち行けばいい。OK。この右足が、この左足がくさびになってストップ。この足がこっちに行くんだったらこっちだ。意味わかる？これで右足によって方向が変わるもん。ここ。でダブルフェイントされたら知らんそんな自分で守る。そんな知らんよ、お前。って見とこないから。足が出たらこっち。はい。足が出たらこっちっていうのをちょっと流れの中で1対1練習してもらう。右足がポイント、右足がで、クロスした瞬間にはいってなった時に、ここを、サイドステップでついていくのか、クロスした瞬間にこの足を出してクロスステップでついていくのかは状況による、状況による。 OK。 角度と距離による、相手の。 OK。 で大事なことは体を寄せろ、ほっ、体を寄せろ、芯の遮断する、ほっ、芯の遮断する、最短距離で、最短距離で遠くのものを捕まえように行こうとするから、じゃあひっくり返る。そうじゃなくてアウト抜かれるとしても最短距離で入ってこれば守れる。 OK。 あ、ちょっとドリルでやってごらん。だから左足の一歩目は我慢よ、意味わかる？左足のこれは我慢よ、そこまで見とかないかんね。だいたいこれに引っかかるからひっくり返って俊介みたいに言われる。この左足は我慢、我慢、そこまでいったらあっ見とけ。右足がこっち行くんだったらこっち、こっち行くんだったらこっち。 OK。 左足の一歩目我慢、はい。